붙잡고 왜소하다고 함부로 널 무시한다면 이제는 너의 힘을 보여줘. 라차차 위험천하장사 그 누구도 막을 수 없네. 눈을 감아도 비처럼 스며든 그 사람이 너라서 그 사람이 너라서 머릿속엔 떠오르지만 마음속에 숨겨둔 내 입술 끝에 고백한 말 힘을 내 슈퍼파워 日本初放送の力の強い女トボンスンは怪力のヒロインが2人の男性と繰り広げていくラブコメディです。先祖代々伝わる人並み外れた怪力の能力を持つ女性トボンスン、幼なじみの刑事のことが大好きなんですが、彼には恋人がいてボンスンは片思い中。そんなある日、ボンスンの怪力ぶりを偶然目にしたゲーム会社の CEO は、何者かに脅迫され狙われている自分のボディーガードとしてボンスンを雇うのでした。自由気ままでユニークな CEO と堅物ながらも男らしい刑事という全くタイプの異なる魅力的な男たちがいつもボンスンを挟んで対立することになっていきますが、ゲーム会社の CEO を演じているパクヒョンシクが輝いていて、もうちょっとなんでこんなに素敵なのと思わずにはいられません。颯爽としていて華やかな麗しさがあって、特にこの頬のラインがシュッとしていて見とれてしまいます。普段はひょうひょうとしているのに、ふとした瞬間にボンスンを熱い眼差しで見つめる場面にキュンキュンしますし、かなりの慎重さがあるのでヒョンシクの腕の中にすっぽりとこう収まってしまうパクボヨンという構図も見ていてときめきます。かっこつけようとしてもラブリーなボンスンを前にするとついふにゃふにゃっとなってしまうのも可愛くてたまりません。中盤以降のラブラブシーンではもうほわんほわんとしたピンクの空気が漂っています。また刑事を演じたジスも硬派で誠実で応援したくなる魅力があります。この背の高い2人の男子が小柄なボンスンを間に挟んで恋のさや当てをしながら、ああでもないこうでもないと3人でわちゃわちゃするのが見ていて最高に楽しいです。パクボヨンもキュートでチャーミング、小さなボンスンが男たちをバッタバッタとなぎ倒していくのも痛快です。どうぞお楽しみに。女トボンスンは6月30日金曜夜11時スタート。どうぞお楽しみに。